甲子園球場です。プロ野球ファンの皆さん、こんにちは。伝統の阪神巨人、その一戦の模様を各選手のコメントを添えながらお届けします。ゲーム解説は田尾靖さん、西崎幸弘さん、そして実況は山口富士でお送りします。それではどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてベンチ裏の情報を伝えてくれるリポーターです。はい、こんにちは。我々がベンチ裏やスタンドからさまざまな情報をお届けいたします。どうぞお楽しみに。はい、楽しいリポートお願いします。さあ、いよいよプレイボールまであとわずかです。今日のゲームの先発ピッチャー井川、果たしてどんなピッチングを見せるのか。安定した下半身が可能とする絶妙の緩急、大きな忘れ物を取り戻し、世界への挑戦権獲得へ、井川慶。俊足を生かした走塁と球界トップクラスの守備、ジャイアンツ躍進の切り札となれるか、小坂誠。1回の表、ジャイアンツの攻撃。最初の1球、初球ボール、この球は外しています。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割8分3厘のアベレージ、そして打点の数31となっています。しかしファウルになります。今のは危ない球でしたけども、まっすぐ飛ばなくて助かりましたよね。はいですね。さあ3球目はしっかり捉えた、破った、綺麗に破りました。ヒットになった、先頭バッターが出ます。今のはどうでしたでしょう、ハウさん。まあ、甘いカーブですからね。まあもう少しボールをコントロールできればといったところなんでしょうね。ええ、そうです。狙うは首位打者、抜群のバッティングセンスを武器に鋭い打球を量産する清水孝行。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。3割です。そして打ったホームランの数が15となっています。外から攻めていきます。読みが外れたみたいですね。ええ、確かにバッターおやという感じがありました。さあジャイアンツ、今日のゲームはどんな野球を見せてくれるんでしょうか。2球目はどうでしょう。ストレートを持ってきました。ツーストライクです。サインはどう出されたのか。これはボールです。ボールにしてきました。次が4球目、ここは見送ります。外を丁寧に攻めています。次が5球目、大きく外しています。ファーストランナーがスタートします。バッター振って三振、セカンドボールか、これは盗塁成功。余裕がありました。誰もが認めるバッティングセンスに鉄壁の守り、静かに燃える狼、高橋由伸。高橋由伸、9度目のシーズンを迎えています。最初の1球、まず際どいコースから入りました。この球は外れています。バッターの3番高橋由伸、2球目はどうか。ストレート決まってワンエンドワン、ボールカウントワンエンドワン。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割9分8厘のアベレージ、そして本塁打の数があっと打ちました。セカンドが抑えます。一塁送球、一塁アウト、ランナーその間に三塁へ。高橋セカンドゴロに終わりました。真摯な態度で野球に取り組む球界屈指の長距離砲、存在感あるチームリーダー小久保裕紀。昨年の数字が出ていましたが、2割8分1厘のアベレージ、そして放った本塁打の数も34となっています。最初から際どいコースできます。これは外れました。さあ次はどう攻めるか。ストレート打ちました。打球はセンターへ上がった。赤星、3番のヒット、サードランナー今ホームイン。さあバッターランナーは一塁を回ります。タイムリーツーベースヒット、1対0、1点先制します。いきなりスコアボードに点が記されます。今のプレイをもう一度見てみましょうか。
鋭い打撃で試合を決める攻守にわたってチームをリード、巨人が誇る最強キャッチャー阿部慎之助。なおも2アウトです。どこから狙うか。最初は外のボール、これはバッター動けません。ゲームは初回から動き出しています。2球目はどう攻める。今度もストレートできました。外へ2球持っていきました。バッターの5番阿部。さあ3球目、内に決まりました。ここは追い込んでいます。さあ4球目、これはボールになります。さあカウント 2-2。 さあ何を見せるか。低めのボール打ってセカンドゴロです。一塁に送ります。一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。1回の表が終了。しかしジャイアンツ1-0リードを取りました。代わって守りますジャイアンツの先発ピッチャー上原、猛虎打線に対してどんなピッチングを見せるんでしょうか。この人の活躍なくしてチームの飛躍はありえない。誰もが認める球界のエース上原浩二。ラン、エンジョイ、ドリーム、レッドなプレーで甲子園を赤く熱く染め上げる赤星憲広。バッターの1番赤星、初球はどうでしょうか。まずは見送りました。ワンラスイングです。赤星6回目のシーズンを迎えています。2投目は強烈な当たり、これはセカンド、強烈な打球でしたがセカンドゴロです。一塁はアウトになります。赤星セカンドゴロに倒れました。シャープに軽快にダイヤモンドで躍動、チームにリズムと勢いを与える闘魂ムードメーカー藤本敦史。最初の第1球、初球コーナーをついてきました。コーナーの隅にコントロールしてきました。さあバッター藤本。さあ2球目、これはストレート、厳しい球だと思うんですけども、はい、このコースに来ていれば簡単には打たれないですよね。はい、その通りですね。追い込んだがアウトコース、ここは1球外します。さあ4球目、ここは変化球、2エンド2になりました。さあ5球目、高めのボール打ちました。ショートへの打球、一塁送球、一塁、これは悠々アウトです。藤本ショートゴロに終わりました。天性の長打力としなやかなバットコントロールで甲子園の夜空にアーチをかける虎の和製大砲浜中治。2アウトになりました。どこから狙うか。初球インコースから入りました。ボールカウントワンストライク。マウンドは先発ピッチャー上原。次の第2球、バッター見送りました。カウント1エンド1。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割8分4人の阿部、そして打点数は20となっています。外、外れてボール。この誘いには乗りません。バッター、浜中。バッティングカウントになったが、あっと、これはいい当たり。抜けた。間をきれいに破りました。さあ、ヒットになった。ツーアウトからの同点のランナー。浜中、レフトへのヒットになりました。たゆまぬ研鑽と揺るぎない信念、積み重ねてきた15年の歴史、鉄人金本智明。さあバッター金本、どこから攻めるか。初球外に来ました。さあカウントはワンラスイング。昨年の数字が出ていましたが、3割2分7厘の阿部、そして打点の数は125となっています。外へ外へ2つ続けました。依然2アウトです。3球目はどうする。ストレート、3球とも外に持ってきました。
この回ツーアウトまでは簡単に来ました。しかしその後ヒットを打たれました。金本、15回目のシーズンを迎えています。さあバッティングカウントどう攻める。外への変化球外れました。まああれだけ外に配球が来ますとどうしても踏み込めますからね。はい、確かに外への球が目立っています。次が5球目、決めてきます。フルカウント 2-3。 フルカウントからの5球目、このボールはフォアボールです。このフォアボールでランナー2塁1塁となります。求められた役割に最高の結果で答えを出す、一撃で勝負を決める勝負師、今岡誠。自ら得点圏にランナーを進めています。どう組み立ててくるか。初球インコース、カウント1ストライクノーボールです。バッターは5番、今岡。2球目はどうでしょうか。変化球、これはサードになります。1塁に送ります。1塁はアウトで3アウトチェンジになります。さあジャイアンツ、この後6番から始まります。その爆発的な打力はまさにアジアの大砲。今シーズン新たな決意とともに大いなる飛躍を誓うイ・スンヨプ。昨シーズンの成績出ていましたが2割6分、そして打点の数が82となっています。最初の第1球、その初球は外のボールノーワンです。攻撃中のジャイアンツ、先ほどのイニングは残塁が1つ、しかし1点が入っています。この球はどうでしょう。コーナーを攻めます。ワンエンドワンになりました。さあ次の3球目、高めの球、これは外れます。ボールカウントワンエンドツー。さあ西崎さん、今日の立ち上がりはどうでしょう。立ち上がりは打たれましたけども、またここで気持ちを入れ替えてっていうのが出てくるんですよね。ああそうですか。さあここから自分のペースへと戻していきたい今日のゲームです。さあ5球目、高めを打って取った、一塁送球、これは一塁アウト。アウトを取りましたが、今のボールは、スライダーじゃないですか。ああスライダーでしたか。バッターの7番ニオ、どこに入れてくるか。高めのボール球、手を出した、これはスタンドに入ってファールボール。すでに1点を許しています。さあ2球目、これは変化球、これは見ますね。大きな変化球でした。キャッチャーのサインは、この高めはボール、ボールにしてきました。次が4球目、あっとスイングアウト、引っかかりましたよね。はい、で三振を奪いました。溢れる投手でチームに活力を注入。今シーズンは嬉し涙を流したい新たなムードメーカー矢野健二。ツーアウトになっています。さあ初球、まずはストライク。今のはですね、予想外なんでしょうね。はい、ここは狙い通りとはいきませんでした。2投目、外れてボール、平行カウント1エンド1。バッター矢野。さあ第3球、これはストレート、1ストライク2ボール。矢野、4回目のシーズンを迎えています。バッティングカウントになったが、外に決まりました。チェンジアップをいっぱいに入れてきます。さあ何を見せるか。バッと空振り三振、スリーアウトチェンジ。伸びのあるストレートで空振りを取りました。2回の表終了、ジャイアンツ3人で攻撃を終了しています。堅実かつ巧みなグラブさばきと手話なバッティング、頼れる守備の伝道師アンディーシーツ。さあバッターシーツ。さあ第1球、まずはストーンと落としてきました。1球外しました。
2回の裏タイガースの攻撃。次の第2球打ちへノーツー。これは大きく外れてボール2つになりました。今日最初のバッターボックスに入っています。3球目はどうする。見送ります。今のは反対側に来たんじゃないでしょうかね。はい、確かに意表をついたコースでした。さあバッティングカウントどう攻める。これはわずかに外れました。ワンエンドスリーになっています。いやー西崎さん、1回のピッチングを見てどうでしょうか。1回を見ててまだちょっと。ファーボール、ファーボールです。いきなりファーボールでランナーを出しました。1年1ヶ月1試合1打席全ての経験を血肉として成長。常に活目せよ。この男こそが虎の未来、鳥谷敬。同点のランナーがファーストにいます。最初の球は初球スライダーで入りました。ワンボールです。今日の1打席目になります。さあ2球目は、さあこれはいい当たり、セカンドゴロです。2塁へ送ります。2塁はフォースアウト。セカンドシュートをファーストと渡りました。ノーアウトランナー1塁の場面、ツーアウトランナーなしと変わりました。出せたっていうのは言えてると思うんですよね。なるほどね、バッテリーの思い通りということなんでしょう。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょう。2割7分1厘のアベル、そして打点の数、これも痛烈な当たり、これは低い当たり、ゲッツーでツーアウトにしています。さあ第2球変化球決まってツーナスイングです。ツーストライク。サインはどう出されたのか。これも強烈な打球、打ちたセンターの前に落ちた。さあこうなるとダブルプレイがもったいないか。矢野センターへヒットを打ちました。さあそして9番に回ってきます。今は2回の裏ツーアウト、なおもツーアウトです。さあ初球です。まずはボールから入りました。バッテリー1球外してきました。このゲームの最初の打席になります。2球目はどうする。まっすぐ追って右への打球になりました。ライン際の打球はわずかに右、ファウルボールです。バッターのピッチャー井川、低めのボール打った右方向へ、ファウルです。ファウルになります。次の4球目変化球を打っていった、右へ持っていきます。ライトです、取りました。これで3アウトチェンジ。さあジャイアンツ、この後の攻撃がピッチャーから始まります。地震などが発生しましても、お客様の安全を考慮し、係員の指示に従って落ち着いて3回の表、ジャイアンツの攻撃。ジャイアンツの先頭バッター上原、3回の表ノーアウトです。ここまで1点を与えています。第1球最初は内から入りました。ノーストライクワンボール。タイガースファンでいっぱいの甲子園球場から実況生中継で熱戦の模様をお送りしています。行きました、プロはピッチャーの前、破った、綺麗に破りました。さあノーアウトのランナーが出ます。上原センターへのヒットになりました。ここで打順が一巡します。小坂バッターボックスに入りました。さあ初球です。初球は手を出しません。ワンストライクノーボール。小坂今日は1回塁に出ています。次のボールは村本へ決めてきました。さあツーナスイングとなりました。一気に来るか、外へ持ってきました。ここは外してきました。さあ4投目、さあこの打球は低い当たりになった。ワンバウンドヒット。さあバッターランナー一気にセカンドへ、ボールは中継のセカンドへ、ツーベース、ノーアウトランナー三塁二塁、追加点のチャンスとなりました。そして2番清水、このバッターボックスとなります。ここは追加点いきたいですよね。はい、ここは得点までつなげたい。何から持ってくるか。初球インコースから入りました。ワンストライクです。今日2度目のバッターボックスに入っています。さあどうでしょう、ボールです。ここはバットを出しません。
今日の2回までのピッチング、許したヒットが4本、この回そのうちの2本がありました。3球目スライダーを持ってきました。カウント1エンド2。さあバッター清水、さあバッター有利か、外から左方向へ、三塁線わずかに左、ファウルボール。さあ5球目、あ上がった、上げてしまった、打球は左、取りました。ランナーはそのままワンアウトです。そしてクリーンナップという場面、高橋、あバッターボックスです。ここはね2点3点と期待したいですよ。はい、ここで怖いバッターが続いていきます。ここは見ていきます。ボールカウント1ストライク、1対0ジャイアンツがリードしています。次の第2球、見送った、外へ2球持っていきました。ワンアウトになりました。次が3球目、インコース際どい、いいスイングしてんですけどね、スイングが豪快にいきました。次が4球目、さあこれはいい当たり、これはファーストになります。ファーストが取ります。これは一塁アウトです。高橋、ファーストゴロに終わりました。ここで打順が4番に回ってきます。徳保、その注目のバッターボックスです。やっぱり点につなげたいですね。はい、ここは点にできる場面になります。その初球ボールになりました。ノーワンです。バッターの4番徳保、2球目はどうか、ボールです。2球目も外れています。これが2回目のバッターボックス。さあ3球目、ストレートは決まりません。ボールカウントノースリー。徳保、一度の出塁がありました。今日のゲームです。キャッチャーの要求はストライクが入ります。本当インサイドへ入ってきてますからね。はい、確かに今日は内側をついてきます。初回の第1打席、タイムリーツーベースを打っています。これで先制点が入りました。さあ何を見せるか、これもいい当たりだ、打球はレフトへ、どうだどうだ、大きい大きい、入りました、入りました、入りました、リーランホームラン。バットできっちり結果を出します。この阪神甲子園球場、レフトスタンドに消えていきました。今ホームインしました。4対0。そしてラインの手荒い祝福はあるんでしょうか。3点を追加、リードは一気に4点広がりました。今の場面もう一度見ていただきます。打順は次に変わります。阿部、3回の表ツーアウトです。初球です。最初は外に持ってきました。ワンストライクです。この回スリーランホームランを許しています。2球目はどうでしょう。これは豪快に振ってきました。まっすぐはですね、必ずまっすぐ来るとは限りませんからね。ですね。キャッチャーの要求は外へのカーブは入りません。ここは1球外します。さあ4球目、この変化球は外れています。この誘いには乗りません。山口さん、はい、ジャイアンツサイドです。はい、どうぞ。今のホームランについて話を伺ってきました。打ったのは外のまっすぐ、せっかくなので次も狙っていきますよというお話でした。それではお返しします。三塁側ベンチでした。さあ2エンド3、スイングアウト三振、スリーアウトチェン、結局空振り三振に終わりました。さあタイガース4点を追いかけます。ゴルフボール賞金が贈られます。3回の裏、タイガースの攻撃、こちらもこの回から2巡目に入ります。高橋、ここは塁に出てつなぎたいところ、どこから狙うか。初球外してきました。ワンボールです。先ほどはいい当たりを放ったんですが、セカンドゴロに終わっています。
低めに入っています。予測できませんでしたね。はい、ここはバッテリーの思い通りとなりました。攻撃中のタイガース前の攻撃は残塁1、結局無得点に終わりました。見逃してストライク、2ストライク、追い込んでいます。さあ次の4球目は、あっと強烈な当たり、これはセカンド、しかしこの打球はセカンドの守備範囲、1塁はアウトになります。赤星セカンドゴロに終わっています。そして次の2番藤本、地元兵庫県の出身。第1球、最初はスライダーできました。カウントノーワン、ワンアウトランナーはありません。さあ2球目は、これは続けてボールになりました。初回の1打席目ショートゴロに終わっています。次が3球目、高めボールが3球続きました。ちょっと簡単に3ボールになりましたね。はい、やはりここは歩かせてはいけないと、はい、さあ次のサインはストレートのファーボール、ここでファーボールを与えました。そしてクリーンアップへと続きます。浜中ボックスに入りました。2回目の打席はどうでしょうか。さあ1球目、初球ストライク、ちょっとね読み切れませんでしたね。はい、ここは読み通りの球は来ませんでした。フォアボールでランナーを出しています。2投目ストレート、これも外目に行きました。さあ3球目はどう攻める、このストレートは入りません。あれを見逃せればいいですよね。はい、最後まで見ていました。さあ4球目、今度は変化球、2ストライク2ボール。さあ5球目、低め打ちました。サードへの打球、取りました。ファーストへ、一塁アウト、送った形になりました。これで2アウト、ランナー2塁になっています。2アウトで次のバッターを迎えます。金本、得点圏でのバッティングはどうでしょうか。これは外れました。この球は入りません。金本、今日は一度の出塁、フォアボールがありました。さあ第2球、あっと高め、枠をいっぱいに使っていきます。2アウトになりました。3球目、変化球、これはインコース決まりません。ワンエンドツーになりました。これが2回目の打席、バッティングカウントになったが、打った、フライになった、しかしこれはセンターが追いつきます。取りました、スリーアウト、チェンジ。さあジャイアンツ、この後6番から始まります。4回の表、ジャイアンツの攻撃、この回は6番から始まります。1打席に入ります。最初の第1球、初球見送っていきます。ボールにしてきました。ここまでのジャイアンツ、ヒットは5本、4得点という内容です。一方のタイガース、ヒットは2本、まだ得点がありません。ジャイアンツがリードしています。これはストレート、1球2球と続けてボールを投げてきました。この前の打席はきっちり捉えたんですが、セカンドゴロに倒れています。3球目はどうする、決めてきました。バッテリー今度は入れてきました。すでに今日奪った三振の数は4となっています。さあバッター有利、これはまっすぐ、ここはバットを出しません。さあ西崎さん、この序盤3回のピッチングを見ていかがでしょうか。まあこれだけヒットを打たれてますから、よくはないですね。はい、ちょっとピリッとしませんが、ゲームは中盤に入りました。さあフルカウントになった、詰まった、詰まっています。右への打球です。抑えた、ファーストへ送ります。一塁、これは十分間に合います。アウトです。一、ファーストゴロに終わっています。打順が変わります。三岡、右のボックスに入りました。さあどこから来るか、外から攻めていきます。ちょっと力入りすぎじゃないですか。はい、豪快に振ってきました。ここまで4点を許しています。2球目はどうか、低いボール、ピッチャーの前になります。抜けた、きれいに抜けた、ここでランナーを出しました。さあ赤尾さん、今のは、まあ、苦手にしているコースでしたけどヒットになりましたね。はい、ここはしっかり結果に結びつけました。1投目、
まず外から入りました。これは見送っただけになりました。これが2回目のバッターボックス。さあ第2球ストレート打ちました。左方向、二塁はアウト。ダブルプレー、一塁のアウトでスリーアウトチェンジ。もう一度振り返りましょう。さあタイガース、次の攻撃は5番からということになります。4回の裏タイガースの攻撃、タイガースの先頭バッター今岡、4回の裏ノーアウトです。どこに入れてくるか。初球はストレートから入りました。ノーアウト。これが2回目の打席。次のボールはコーナー、きれいに決まった。ゾーンいっぱいに投げ込みます。バッター今岡。さあ3球目、まっすぐ打ちました。取って一塁送球、一塁、これは悠々アウトです。今岡セカンドゴロに終わりました。次のバッターが入ります。シーツ、右バッターボックスに入ります。何を投げてくるか。変化球打った、打球はライン際、切れるか。今日は4回途中までを投げて許したヒットが2本、失点なしのマウンドです。ストライク、これで追い込みました。果たして3球勝負するのか。また外に持ってきました。2エンド1です。次が4球目、一塁に送ります。一塁はアウトです。シーツ、ピッチャーゴロに終わっています。次のバッターに変わります。鳥谷、左のボックスです。どこから行くか。最初はボール、ワンボールになりました。2回目の打席はどうでしょうか。さあ次のボールはストレート決まってワンエンドワン、カウントワンエンドワン。この前の打球はいい当たりだったんですが、セカンドへのダブルプレーに倒れています。主審の手は上がりません。ワンエンドツーになっています。この回順調にツーアウトまで来ました。バッティングカウントになったが、コーナーへ決まります。結構低めが多いと思うんですけども、はい、丁寧なピッチングできました。次が5球目、なっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。ボール球を振らされてしまいました。4回の裏を終了、タイガース、初めて3人で攻撃を終了しています。他のお客様のご迷惑となりますのでおやめください。5回の表ジャイアンツの攻撃、この回はピッチャーからの打順となります。上原、右のバッターボックスです。さあ初球です。まずはコーナーをついてきます。今のはですね、予想外なんでしょうね。確かにバッターおやという感じがありました。この球はどうでしょう。今度は緩いボールできました。2ストライクです。次の配球は詰まった、詰まらせました。1、2塁間はどうだ、抑えた。このままキャンバスを踏んでアウトになります。上原、ファーストゴロに倒れました。そして打順がトップに返っていきます。小坂、左のバッターボックスです。さあどこから来るか。初球はボールになりました。この球は枠に入りません。まず先頭のバッターを打ち取っています。さあ第2球、高めのボール打った、ピッチャーの前、取りました。これは一塁アウトです。さあベンチに戻ります。おそらくリポートが入ると思いますが、山口さん、はい、タイガースサイドです。はい、どうぞお願いします。ピッチャー強襲による怪我の治療中です。で、本人もかなり痛がっていまして交代するということです。ああ、交番ですか、わかりました。タイガース今日最初のピッチャー交代です。カジキハン、ツーアウトを取ったところでマウンドへ上がります。史上最強打線に対してどんなピッチングを見せるんでしょうか。スリークォーターから繰り出す快速球が自慢、なにわの会話。お待たせいたしました。
してバッターは2番姫野、左のバッターボックスに入ります。バッター2人を打ち取っています。さあ1球目、まず変化球を見せてきました。バッテリー外してきます。点差変わらず4点差、ジャイアンツがリードしています。さあ2球目はわずかに外れてノーツー。1球2球と続けてボールになりました。バッターの2番清水、3球目ストレートできました。ボールカウントが3つになりました。2アウトですけども、簡単に歩かせてはダメですね。ああやはりピンチを広げての勝負は避けたいですよね。はい。さあ3回目のバッターボックス、次の配球はストライクが入りません。フォアボールのランナーを出しました。そして打順が変わり、高橋由伸バッターボックスです。さあジャイアンツフォアボールのランナーが出ています。その初球ボールから入りました。バッテリー1球外してきました。先ほどはいい当たりを放ったんですが、ファーストゴロに終わっています。またストレートできました。ボールカウント1エンド1。ツーアウトランナーなしからフォアボールを出しています。さあ3球目は外、これはボール。ボールカウント1エンド2。依然ツーアウトです。さあバッターちょっと有利か、外角低めのストライク、ちょっと読めませんでしたね。はい、狙いが外れました。さあ5球目、これは見送りました。このボール球には引っかかりませんでした。さあ牽制、さあ 2-3 になった。カット鋭い打球だ。カットが打った、きれいに破りました。これは一塁アウトで3アウトチェンジです。5回の表が終了、ジャイアンツ得点はなりませんでした。5回の裏タイガースの攻撃、8番からの打順になります。矢野右打席です。最初のボールはここは見ていきます。この球はボールになります。攻撃中のタイガース、このゲームの残塁の数が4となっています。次の2球目、今度もまっすぐできました。カウント1エンド1、すでに出したフォアボールの数は3となっています。まあ打たれる方がまだいいですよ。しっかり捉えた。ショートが抑えます。一塁に送ります。一塁はアウトになります。矢野ショートゴロに倒れました。ここでねベンチ動きましたね。点が欲しいこの場面、タイガース。ここはこの人に任せます。間です。確実性を高めた打撃で勝利に貢献、打線をつなぐ超つがい関本健太郎。この回もまず先頭バッターを打ち取りました。第1球はどうか、最初から低めに来ました。ここは1球外します。さあワンアウトです。2球目、外へ持ってきました。抵抗カウント1エンド1。今日のゲーム打たれたヒットの数が2となっています。次が3球目、ショート取った、ファーストへ、一塁アウト、余裕がありました。関本ショートゴロに終わっています。そしてバッターは1番高藤、バッターボックスです。どこから行くか、初球は手を出しません。厳しいところに決まりました。これが3回目のバッターボックス。さあ次はどう攻めるか、今度もストレートできました。バッター慎重に見ています。次はどんなボールを持ってくるか、大きく外れてボールになります。さあカウント2エンド1。次の4球目、あっと三振、これで3アウトチェンジ。今の投球はスカッとしますね。はい、インコースで三振です。さあジャイアンツ、次の攻撃は4番から始まります。
タイガース。この試合2回目のピッチャー交代です。橋本、さあどんなピッチングを見せるのか。魔球を操りマウンドにそびえ立つ。橋健チェンジは打てないぜ。橋本健太郎。甲子園球場は6回の表、ジャイアンツの攻撃、4番からの打順になります。小久保バッターボックスに入ります。第1球です。最初はボール、ノーストライク1ボール。ここまでのジャイアンツ、ヒットが6本、そして4得点です。ジャイアンツがリードしています。2球目はどうか。しかしこれは外れています。ボールが続きました。攻撃中のジャイアンツ、先ほどのイニングは残塁が1つ、そして得点はなりませんでした。いい当たり、大きいぞ。レフトへ伸びる伸びる、これはフェンスに当たった。さあバッターランナーは2塁へ、ショートが中継、ツーベースヒット、レフトオーバーのツーベースヒットになりました。今のちょっとまっすぐが中に入ってましたからね。なるほど、その球を打たれました。そして次のバッターとなります、阿部ロッツです。いきなりランナーを背負っています。どこから攻めるか。初球は変化球から入りました。ワンボールです。いきなりツーベースのランナーを許しています。これは外れてボール。ボールの後もボールです。3回の2打席目、スイングアウトの三振に倒れています。これも痛烈な当たり、ピッチャーの横抑えた。一塁へ、一塁はアウトです。阿部セカンドゴロに倒れました。アウトが1つ。そして次のバッターです。リーボックスに入ります。何を投げてくれた。初球簡単にストライクを取ります。まあ、きっちり振ってんですけどね。しっかり振って空振りです。ワンアウトになっています。2球目はどうでしょう。低め打ちました。これはファウルグラウンドだ。ファウルになります。今のは打ち損じって感じがするんじゃないですかね。そうですよね。外のボールが打っていった。ライン際際どいか。今のは外に外れていたでしょうか。さあ4投目、外、これはどうか。わずかに入りません。次が5球目、ここは見ます。さあカウント 2-2。 この6球目、打っていった、右へ取って2アウトになりました。3塁はどうだ。これで2アウトランナー3塁に変わりました。さあ打順が変わります。2億6回の表2アウトです。1投目、その初球ボールになりました。ワンボールになりました。7番バッター三岡、このボールは高め外れてボール、ツーボールになりました。さあ3球目はどうか。低めのボール打って上がったがどうだ。これはセンターが前に出ます。取りました。これで3アウトチェンジ。6回の表までゲームは終了しています。ジャイアンツ2アウト3塁からの得点はなりませんでした。6回の裏、タイガースの攻撃返します。この回の先頭藤本、左のボックスです。初球はどうか。最初は見ていきます。この球は外しています。今日の奪三振の数は2となっています。2球目はどう攻める。低いコースで決まりました。今度も低めに持っていきました。さあバッター藤本、さあ次の3球目、ストレート、2ストライク1ボール。次の4球目、アウトコース、2エンド2になりました。さあ何を見せるか。見逃し三振、これは入っていました。そしてバッターは3番浜中、右バッターボックスに入ります。今日打たれたヒットの数は2となっています。初球は初球ヒッティング、いい当たり、これはショート一塁送球、タッチした、アウトになりました。ショートゴロに終わりました。打順が移ります。金本、左の打席です。初球です。
最初はストレートから持ってきました。この球は外れています。この前の打球はいい当たりだったんですがセンターフライに終わっています。さあ次のボールは外いっぱい決まった。これではバットが出ません。この回まず2アウトを取っています。さあ3投目外外ときました。カウント1エンド24番バッター金本バッティングカウントになった。この球は見ます。2ストライク2ボール。さあ5球目あっとスイングアウト三振スリーアウトチェン。今のは飲みも素晴らしかったですよ。ジャイアンツストレートで三振を奪いました。さて試合は4点差のまま7回に進んでいきます。タイガース3回目のピッチャー交代です。エングス果たしてどんなピッチングを見せるのか。強引なまでのインコース攻めで追い込みフォークで仕留める。幅のあるピッチングで打者を翻弄エグサ広隆。7回の表ジャイアンツの攻撃。ジャイアンツのトップバッター矢野バッターボックスに入りました。さあどこから来るか。初球振りません。ここは外してきました。さあバッター矢野。さあ次はどう攻めるか。ボールノーストライクツーボール。ここまでのジャイアンツヒットが7本4得点という内容です。ジャイアンツがリードしています。さあ3球目これは際どい。ここでストライクを取りました。一つ前の打席は綺麗な当たりだったんですがサードへのダブルプレーに倒れています。バッティングカウントからの4球目さあ綺麗に三遊間を破りました。ランナーが出る。さあノーアウト。さあタオさん今のバッティングはどうご覧になりましたか。今のまっすぐでは抑えるのは難しいと思いますよ。はいその球をヒットにしました。第1球上原ここまで出塁は1回という内容です。1投目はどうでしょう。まずは落としてきました。ボールカウントノーアン。バッターはピッチャー上原。次のボールは今度はストレートを持ってきました。ボール2球続きました。さあ3回目のバッターボックス。3球目ここは送りバント。ファーストが取ります。送りバントが成功しています。これでワンアウトになりました。打順がトップに帰ってきます。小坂左のバッターボックスです。最初の第1球あっとワイルドピッチ。この間にセカンドランナー3塁へ向かった。今拾ったかどうか。ワイルドピッチが出ました。さあバッター小坂2投目決めてきます。今のはですね予想外なんでしょうね。そうですか。バッテリーが裏をついたんですね。今日のゲームタオさん西崎さんの解説でお伝えしています。次が3球目見送ります。いいところへ決めてきます。さあ4球目変化球セカンドの前バックホームする。これはホームはタッチアウトです。小坂セカンドゴロに終わっています。2アウトになって次のバッターです。清水7回の表2アウト。最初の球はまずは初球見送りました。ワンナッシングです。清水今日はフォアボールで出塁しています。この球はどうでしょう。アウトコースストライクスライダーで追い込んでいます。牽制タッチしましたが一塁はセーフ。果たして3球勝負するのか。これはスライダー外を続けています。さあ4投目さあファーストランナーがスタート。二塁はどうだ。盗塁が成功します。次が5球目三振スリーアウトチェンジ。このピンチ三振に切って取りました。外中心だったらバッターも踏み込めますけどね。はいアウトコースで三振です。7回の表が終了。ジャイアンツ得点がありません。あピンチヒッターですよ。点差を縮めたいこの場面。タイガースここで代打の切り札を送ります。
軸のぶれないスイングで左も右も苦にしない縦島一筋檜山慎二郎。ラッキーセブンの裏の攻撃に入っています。初球はその初球は外のボール、大ワン。今日奪った三振の数は4となっています。2球目はどうでしょう。膝元へ決めてきました。読みが外れたみたいですね。はい、ここは読み通りの球は来ませんでした。3投目、外へのスライダー、2エンド1です。さあ4球目、ボールになります。2ストライク2ボール。さあ5球目、あっと強い当たり、これはセカンドになります。一塁へ、一塁、これは余裕があります。アウトです。檜山セカンドゴロに終わりました。打順は次に変わります。シーツ7回の裏ワンアウト、どこから行く、できました。これはライン側です。今日は7回途中までを投げ、打たれたヒットが2本、無失点できました。第2球、これもいい当たりだ、ショートへの当たり、ショートが取ります。一塁に送ります。これは一塁アウトです。シーツショートゴロに倒れました。そして次の7番、鳥谷、左のバッターボックスに入っています。最初の球はこれも痛烈な当たり、ライトへ、ライトへ、ボール際はどうか、あーこれは残念、右に切れてファールです。このボールはインコース低めのストライク、カウント2ストライクノーボールです。さあ勝負か、どうする、まっすぐを持ってきました。3球とも低いコースに来ました。次が4球目、今度も持ってきました。低めを丁寧に攻めています。さあ何を見せるか、これも強い当たりだ、ファーストゴロです。取った、一塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。さあジャイアンツ、次の打順はクリーンナップから始まります。タイガース、またピッチャーを変えていきます。藤川、ジャイアンツ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。絶対の自信と確信を持って投げ込むストレート、打てるものなら打ってみろ、聖地に君臨する鉄腕藤川球児。8回表、ジャイアンツの攻撃、この回クリーンアップから攻撃となります。高橋由伸、左のバッターボックスです。初球見送っていきます。ワンボールになりました。依然として4点差、ジャイアンツがリードしています。さあ次はどこへ行くか、低めいっぱいに決まります。さあカウントは1エンド1。ここまでの各打席をご紹介しましょう。セカンドゴロ、ファーストゴロ、そしてセカンドゴロ、ストレート、これはショート取った、一塁に送ります。一塁、これは余裕があります。アウトです。高橋ショートゴロに終わっています。次のバッターはどうでしょうか。国母、8回表ワンアウトです。さあワンアウトです。さあどこから来るか、初球振りません、ノーワン。バッター国母、次の第2球、ボールです。さあカウントはノーツー。6回の3打席目、3打席連続のヒットを放っています。低めに入りました。さあワンツーです。ここも抑えてツーアウトにしたい。さあバッティングカウント、外を149キロです。次が5球目、ストレート三振、最後は思い切って投げ込んできました。さあリプレイでご覧いただきましょう。バッター阿部、打席に入ります。先頭打者は内野ゴロ、その後三振を取っています。まずどこに構えるか、初球を投げてストライク、ボールカウントワンストライク。今日4回目のバッターボックスに入っています。次の2球目、コーナーを狙います。ワンエンドワンになりました。さあ
部。3球目はどうぞ。外、外れてボール、ワンツー。早くもツーアウトにしています。さあ、バッターちょっと有利か。これはストライク。今のはですね、予想外なんでしょうね。なるほど、バッターコースを絞っていたんですね。さあ、5球目。落ちるボールは、これは外れています。ボールカウント 2-3。 さあ、2エンド3。あっと、空振り三振。3アウトチェンジ。バットには当たりませんでした。ゲームは8回表を終了。ジャイアンツ2回目の三者凡退に倒れています。8回の裏、タイガースの攻撃。タイガースのトップバッター矢野、右打席です。最初の第1球、その初球ボールから入りました。ワンボールです。8回の裏、タイガースの攻撃。次の第2球、これは見送りました。ボールカウントノーツー。この前の打席はきっちり捉えたんですが、ショートゴロに倒れています。さあ、3投目、外へ、カウント1エンド2。ここまでのタイガース、打ったヒットは2本、まだ無得点です。一方のジャイアンツ、ヒットが8本、そして4得点です。ジャイアンツがリードしています。スライダーを持ってきました。ワンストライクスリーボール。これが3回目のバッターボックス。次が5球目、まっすぐで決めました。ツースリーです。フルカウントからの6球目、これが打ちました。これはピッチャー正面、やっと抜けた、きれいに破ります。ノーアウトからランナーを出していきます。矢野、この試合2本目のヒットが出ました。さあ、ランナーが1人出ました。関本、8回の裏ノーアウト。まず大きく外れてボールになりました。ボールにしてきました。今日の7回までのピッチング、許したヒットが3本、この回そのうちの1本がありました。変化球決まって1エンド1。それにしても見事なコントロール。いきなりランナー1塁としています。次が3球目、コーナーを攻めます。微妙なところを攻めてきます。次の4球目、大きな変化球を持ってきました。ツーツー。さあ、5球目、変化球を打っていった。これはサード二塁へ送ります。二塁フォースアウト、一塁アウト。543のダブルプレー。また閉鎖席に抜けましたね。はい、一つ目のダブルプレーに飛びました。高橋、今日はまだ塁に出ていません。第1球です。初球スライダーできました。ワンストライクノーボール。最初のバッターにヒット、その後はきっちり併殺に仕留めてランナーはありません。アウトコース打ってセンターの前、ヒットになりました。ツーアウトから塁に出ます。赤星、センターへヒットを打ちました。ここで次のバッターに変わります。藤本、左のバッターボックスに入っています。初球を叩いた、これを右中間に上がっている。2つもらいましたね。あっと、ワンバウンドヒット。打ったバッターはセカンドへ。さあ、ファーストランナー一気にホームへ。ツーベースヒット。今ファーストランナーがホームイン。4対1、1点を返します。追い上げます。さあ、もう一度見てみましょう。ピッチャーの元に駆け寄りました。でも完封はなくなりましたけども、踏ん張ってほしいと思いますよね。はい、このピンチどう切り抜けていくんでしょうか。ジャイアンツ、今日初めてのピッチャー交代です。まあ当然ですけども、よく投げましたね。ツーアウト、ランナー二塁の場面でマウンドに上がります。さあ、どんな投球を見せるのか。伸びのあるストレートと大きく落ちるフォークが武器の速球派、草貫浩。今日の打席内容、レフト前ヒット、サードフライ、これも鋭い当たり、センター返し、ファーストへ。一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。8回を終了、しかしタイガース1点を返しています。4対1、3点差に変わっています。
6番手ピッチャーに変えます。ウィリアム3点のビハインドという場面でマウンドに上がります。ジャイアンツ打線をどう抑えてくるんでしょうか。右も左も関係ない、伝家の宝刀スライダーで全てを切り伏せろ。おたけび上げる火の玉セットアッパージェフ・ウィリアムス。9回の表ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは6番イ。バッターボックスに入ります。さあ第1球、初球は手を出しません。バッテリー外してきます。ノーアウトランナーありません。タオさん、ジャイアンツの攻め方はどう見ますか。もう1点あると違うでしょうけどね。はい、ここはまずランナーを塁に置きたい、この攻撃です。これは外へ変化します。バッターに対してボール2つ続きました。9回の表ジャイアンツの攻撃、さあ3球目、変化球、これはスタンドに入ります。ファールボール。今日はまだヒットが出ません。バッティングカウントになったが、低めを打って、これはセカンドの上、これはセカンドか、抑えました。いい、セカンドフライに終わりました。下位打線に回ります。ニオボックスです。ワンアウトランナーなし。初球はどうでしょうか。最初はチェンジアップを持ってきました。ここは外してきました。さあバッター二岡、さあ2球目、緩いボールできました。ワンエンドワン、先ほどの第3打席センターフライに倒れています。次が3球目、ストレート、セカンドゴロです。抑えた、一塁へ、一塁、これはアウトです。二岡セカンドゴロに終わっています。そして次の8番矢野、最終回の表ツーアウト。この回まずバッター2人を打ち取りました。初球わずかに外れてボール、カウントノーワン。点差変わらず3点差、ジャイアンツがリードしています。さあ2球目は高めに決まりました。ワンエンドワンになりました。矢野今日は1回塁に出ています。さあ次の3球目、バッターよく見ています。ワンストライクツーボール。バッター矢野、バッティングカウントになった。変化球打ちました、ショートです。取りました、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあタイガース3点を追いかけました。ジャイアンツ3番手ピッチャーをマウンドに上げます。トヨタ3点リードの展開、ここで投入します。さあ最終回、注目のピッチング。抜群の制球力と球威を武器にジャイアンツ投手陣の救世主となるか、絶対的守護神豊田清。9回の裏、最終回の攻撃、タイガースの先頭バッター金本、どうしても塁に出たい。最終回のバッターボックスです。これは外れました、ボールカウントノーワン。9回の裏タイガースの攻撃、第2球はどうですか。外への変化球は決まりません。1球2球と外へ行きました。バッターは4番金本、さあ3球目はどうか。思いっきり落としてきました、ワンエンド2になりました。ここまでのタイガース打ったヒットが5本、しかし1点しか入っていません。ストレート打ちました、これはショート取った、一塁に送ります。一塁楽々アウトです。金本ショートゴロに終わりました。ランナーが欲しい場面、タイガースピッチャーに回ったところで代打を告げました。ここで代打ですか、思い切ったことしますよ。堅実な外野守備と鉄砲型、意外性のあるバッティングが魅力の熱血感、中村豊。この回はまずワンアウトを取っています。最初の球は最初から落としてきました、この球は外しています。中村豊、今年で11回目のシーズンとなりました。2投目、さあこれは痛烈だ、三遊間の当たりはファーストへ、一塁はアウトになります。さあ西崎さんにお聞きしましょう。まあアウトになりましたが、ボールは何だったでしょう。はい、スライダーですけども。そうですか、スライダーですか。あと1人で勝利となるが、
まずはストライク、カウントワンストライクノーボールです。今日はヒットがまだありません。2球目です。これは変化しました。これは釣り球、引っかかりません。シーツ、今日は一度の出塁、フォアボールがありました。またカーブ、ワンエンドツーになっています。先ほどの打席はいい当たりだったんですが、ショートゴロに終わっています。さあバッティングカウント、どう攻める。空振りです。ツーエンドツーになりました。ラスト1球、今度も変化球できました。3球とも低いコースに来ました。ツースリーからの6球目、遠いボール、手を出した。打球は左へ、ファーストへ送ります。これでスリーアウト、ゲームセット。このオープン戦は4対1、ジャイアンツの勝利となりました。投手リレーで逃げ切りました。さあ今日のゲームご覧いただいてまいりました。今日のゲームの解説は田尾康さん、西崎幸弘さんでした。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。本日はご来場、それでは皆さん、次回の放送でまたお会いしましょう。